元キンプリヘイヤー仕ーラ新天地遺跡報道に反感期。タッキーの逆襲ついに始まるのかご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。待ってました。本当ならこんなに嬉しいことはないまじ、最高。6月18日、ネット上で歓喜の声が広がった。 この日朝、週刊女性プライムが独占、元キンプリ兵や神宮寺が7月からタッキー事務所に合流。退場後、初のテレビ出演は NHK か、と題した記事を配信。ジャニーズ事務所の、キングプリンス。 お退場した元メンバーの平野紫要26、神宮寺ゆ太25が、ジャニーズ事務所の元副社長だった滝沢秀明41が、今年3月に立ち上げた芸能事務所、とべ、に合流する可能性を報じたためだ。嵐、金プリ、脈々と気づいてきた関係が寸断。無非新 CM に中川大使を起用の衝撃。 記事では、うよ曲折はありましたが、結果的に、平野と神龍寺の二人は、滝沢さんの、戸べ、に合流することになりました。7月には、正式に発表される見込みです、というテレビ局関係者の言葉を報じている。近く、タッキーが、勝負に出るのは、今、の声。この記事が報じられると、ツイッターでは、小なりもと金プリ平野大なりといった言葉がトレンド入り。 期待していいです、かな期待早く顔を見たい、などと祭り状態となった。こうした反応から、SNS 上で一部見られたのが、いよいよ滝沢さんのジャニーズ潰しが始まるのか、といった声だ。ジャニーズ事務所は、今子ジャニー北川氏の性加害問題で、やわんや責めるなら今だろう。 ジャニーズ事務所のごたごたに乗じて韓国アイドル勢が日本進出の機会を狙っているというからタッキーが勝負に出るのは今、やめジャニーだけじゃなく芸能界を目指す若い子もこれからはタッキー事務所を目指すのではないか。果たしてタッキーの逆襲は始まるのかコメント。 昨日、潮さん、神宮寺勇太くんが、ジャニーズ事務所の元副社長だった滝沢秀明氏が、今年3月に立ち上げた芸能事務所、とべ、に合流する可能性を報じた記事を読みながら、事実であればよいなと嬉しく思い、涙が溢れた。私は、ずっと紫陽さんたちが退場した後、タッキーの、とべ、と合流してくれたらと希望を持っていました。 ぜひ実現させてずっと夢だった世界へ羽ばたいてほしいです。神宮寺くんが潮さんの立ち上げようとしている個人事務所に所属するのではとの見方もありますが、現実のものであれば二重の喜びです。また、輝きを放って活躍してくれることを記念し、陰ながら応援しています。 タッキーがジャニーズでやりたくても制限があったりできなかったことがあったから退社して独立した役だし他にもそういう経緯でジャニーズを離れた人もいるでしょうからそれぞれが夢を叶える場所としてあればいいなと思います逆襲してジャニーズ潰しというより自分自身も 他の人たちもやりたいことをできる体制が整って、迎え入れることができるのかな、と思います。タッキー世代の私は単純に飛べ滝沢秀明さんが何をするのか、どんなエンターテイメントを日本で巻き起こしてくれるのかを楽しみにしています。そこにジャニーズで初めてハマった平野志耀くんとのタッグがあるとするなら、なおさら楽しみで仕方ないです。 平野く君の魅力はアイドルという枠では見ていなくて、まず驚いた性質とそれを活かせた楽曲と出会った時の魅力の倍増さ、そして何と言っても進化し続けるダンスパフォーマンス力です。 滝沢さんの表現したい世界と平野くんの表現したい世界が合わさった時、それがどんな世界観なのか見てみたいですし、神宮寺くんと岸くんの舞台ハイも素敵でぜひ体感してみたいので、またそんな機会ができたら日々が明るく彩られます。どんな未来でも、それぞれの自分らしさを忘れずに笑っていてほしい。それが一番の願いでもあります。 なんとなくですが、3人の脱退報道が出る直前にタッキーの退社があったりもしたので、何かしら関係はあったのだろうなぁ、とは思って吐いたのですが、この報道が真実なら本当に嬉しいです。タッキーなら自分自身もタレントをやっていたので気持ちもわかるし、マネジメントも安心して任せられる気がします。 それで秋には騎士君もタッキーの事務所で、平野君と陣十字君騎士君の三人の姿を見られたら最高だなぁ。って思います。潮君、神君の才能が開花できますように、民放も今までの風習や習わしなんて気にしてビクビクしていないで、どんと構えてほしいですね。どんどん番組に出演させてほしいです。 さあ、今からが彼らのやりたいことをできる第一歩。岸くんも10月以降合流できれば、3人の歌声を響かせられる日が来るかもしれない。待ち望んだ日が来て、きっと公式発表の日は嬉しなきでしょうね。本人の発表を楽しみに待っているところです。飛べか否か、個人事務所でエージェント契約かという点よりも、 ポテンシャルが高く、最高のパフォーマンスの平野志耀くんと神宮寺勇太くんがいよいよ指導し始めるのかなという期待感が大きくワクワクしています。本人が選ぶ道を全力で応援し、今まで以上に楽しみたい思いが強いです。以上に楽し